ませんよ。この地流はスバル君の仕方です。いや、それは分かってるんだけど、直接生き物になるって初めてだからさ。確かに何事も最初は緊張するものですが、安心してください。今回はレモもスバル君と一緒の地流に乗りますから。それはそれで結構恥ずかしい状況だと思うわけですよ、レムさん。レムはとても光栄に思いますよ。それに外分のことなんて今更心配しても仕方ないじゃありませんか。ここまでの流れで表出しなかった毒が久しぶりに出た。出始めに目の前の地流の背中に戻ろうってわけだな。そういうことです。スバル君、チリュウの背中に。それとも先にレムが乗ってから手を動かしますか。慎重さとも任意先陣を果たすんだ。俺は男の子なので万人を振るぜ。ちょさすがスバル君です。あんまり颯爽とまたがられてレムが感服しました。俺も褒められて伸びるタイプだけど、そこまで行くと呼吸してるだけで褒められそうで気になる。それとこれ、では失礼して。大丈夫か。はい、大丈夫です。いけません、これから一大決戦に向かわなくてはいけないのに、スバル君のそばは居心地が良すぎます。レムの闘争心が失われていく。いっそこのまま二人で逃げてしまいましょうか。そう言ってプロポーズしたのに、言ったのはお前の方だ。